はいどうもこんにちは、フルです。今回なんですけど、ちょっと注意喚起というか今流行ってるやつなんですけど、こちらご覧ください。はい、お分かりいただけたでしょうか。まだね、未解禁の不思議だね、ゼニガメ、あとはアローラ御三家なんかが巷に出回ってると。でこれどこで入手したか、入手したっていうか入手はしてないんですけど、交換のね、提案の画面、これで交換しますかっていう画面が今見ていただいているものなんですけど、こちらあれですね、パスワードをかけない通信交換で、一応こういう風に提案をされて、で、一応怖いんでキャンセルはしたんですけど、この通り、巷に出回ってると。で、このポケモンたち、卵も作れちゃうんで、巷にね、どんどん広がってるっていう状況で、挙句の果てにはなんか、色違いを粘る配信とかね、やってる方もいるってことで、ちょっとね、100% 改造なので、この辺注意していただきたいなと思って急いで動画にしてみました。で、まあこれ逆に言えば、間もなくポケモンホーム来るってことですよね。もう12日に来るんじゃないかっていう噂もあるんですけど、まあ真偽はね、ちょっと前回ポカしたんでわからないっていう風に言っておきますけど、まあかなりもうすぐ来るんじゃないかってことで、というのも、今まではこれらのポケモン、たとえ改造で出しても弾かれるようになってたっていう風に聞いたんですね。自分で検証したわけじゃないんでちょっとわかんないんですけど、今までは弾かれてたと。で、それが今回通るようになったってことは、もうポケモンホームでそれらのポケモンがこのガラルの土地に足を踏み入れるという前触れなのではないかという風に言われています。で、ちなみにこれポケモンホーム解禁後も、まあ、今これだけ改造ポケモン出回ってるってことはね、これからも出回り続けると思うので、見分ける方法としてこちらですね、ステータス画面見ていただくと、普通はここにね、どこどこで出会ったとか、卵がかえって出会ったとか、ね、ポケモンホームだと多分ポケモンホームって出るのかな、ちょっとわからないんですけど、とにかくこの出自が一切書いてないっていうのが特徴なので、これらのポケモンに関しては注意していただければなと思います。まあね、ポケモンホーム本当に楽しみなんだけどね、いろいろ怖いので、各自自衛の方を、たとえ手に入れてしまっても逃がせば、そんな即時ソフトがぶっ壊れるとか、そういうことは過去作における改造とかでもね、そんなすぐデータが消えるみたいな事象はなかったはずなので、今回も慌てず、まずね、提案の画面の時点で改造だって分かったらちゃんと断ると。で、万が一マジカルで手に入れてしまったり、気づかずに交換してしまったって場合には、まあ、即時逃がすという対策を取っていただければと思います。それでは良きポケモンライフをお送りください。フルでした。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。モチベーションになります。イエーイ。